さあ、どうもさもちゃん。じゃあ今日はちょっとプチ DIY できる商品を紹介しておきます。はい、はい、まあこちらです、うん、ジスティさん。ジスティちょっと見にくいですね、うん、ジスティさんですね。はい、巣に点々のちっちゃいですかね、はい、ジスティさんね。はい、まあこれ何かというと、はい、まあそれはあのまああれですけど、はい、はい、これは、はい、こちらの LED です。ちょっとすいません、ちっちゃいんで写真ご覧ください、はい、ちょっと見せにくいので、はいはい、こちら8発 SMD6000KELVIN です、はい、おこれ T10 なんですけども、うん、まあ、ちょっと見た感じ変わった形しません？そうですね、なんかちょっと薄っぺらい、ここが薄いですね、頭が薄いんですよこれ。薄いですね、薄いですね。いや僕の頭が薄いんじゃなくて LED の頭が薄いんですよ。でよく光るんですよ、うん、いやこっちじゃないからすぐこうやってみんなね俺のことをいじってなんとか言って本当にもうね。でこのまあ頭がね薄いってくれ頭がこの薄くてよく光るんですよ。絶対みんな頭見てるだろ。違うよ、今 LED の話してんだからね、話聞いてねちゃんとね。で今もうルームランプとか、そうですね、もうあのポジションとかカーティシュランプ、はい、あのカーティシュのドアのランプなんですけど、はい、で今やっぱ量販店行っても T10 の LED ってすっごい種類多いじゃないですか、はい、で今回何これを紹介するかというと、まあ、まずちょっと特殊なタイプね、この平べったいタイプ、はい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 、でなおかつコスパがめちゃくちゃいい。そう、はい、お値段いくらでしょう。お値段はですね620円、10個でしかも安っ。ってことは1個62円ですか、1個62円ですよこれ。10個入りなんですよねこれは、そもそもが、はい。でこのタイプが10個入りと、これ今 T10 なんですけど、まあ、あの両口金タイプとか、まあ、いろいろ種類はありますので、はい、自分の車に合う ね、 そうですね、ものをちょっと選んでもらえれば、はい、で一回ちょっとこの今アイチュラさんの車にね、うん、取り付けたんで一回ちょっと比較見てください、ね、はい、ちょっとしたことなんだけど、あと見やすくなるですねこの。確かに この辺が、はい、いいですね。手元が見やすくなるし、はい、外から見るとね、綺麗に見えます。はい、1個62円だよ、うん、はい、そう、はい、でこちらの Amazon でね売ってるので、ね、概要欄に詳しく書いていくので、はい、よかったら見てください。こんな感じで、はい、よかったら皆さん、はい、LED 買ってみてください。はい、ヨネさんさようなら。さようなら。So I said no, 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 it was supposed to be my plan. So girl, what did you do to me? I killed down no one to free for champions. I can't believe you're trolling. I killed down no one to free for champions. I can't believe you're trolling. Wait a minute!